私これ始まってる？始まってる？はい。ついてますね。大丈夫。はい、こんにちは。こんにちは。サンジです。インスタライブ始まります。サンジのティータイムにトレッサ横浜店よりお届けいたします。配信の最後にお得情報もありますので、ぜひ最後までご覧ください。ご質問やコメントもお待ちしております。全部お答えできなかったらごめんなさい。そう、今朝、はい、地震ありましたよね。あったみたいですね。なんか早朝警報が鳴りました。はい、ここら辺はてか私の携帯は鳴らなかったんですけど、ええ、震度4でめちゃくちゃ揺れました。あ、横浜揺れたんですね。揺れました、はい、私の住んでるところは揺れてたのか、揺れには気づかなかったんですけど、あの警報で目が覚めました。ちょっと地震がね、ここのとこ、ね、いろんな各地で続いているのでね、皆さんお気をつけてお過ごしください。ゴールデンウィーク明けましたけど、そうですね、はい、どこか出かけられますか？今年はね、はい、結構あの、はい、ゴールデンウィーク人が動いていたようで、そうですね、新幹線とかもね結構混んでたりとか、あと空港もね混んでたりとかっていう感じでね、皆さんいろいろとねお出かけされたんではないかなと思いますが、どこかお出かけされましたか？はい、お出かけっていうことでもないんですけど、私は孫とあとお嫁ちゃんと母親と近くの、はい、横溝屋敷というところに行ってきました。横溝屋敷、横溝屋敷、はい、近くにあるんですけど、わらぶき屋根で、はい、でも江戸時代からある、はい、農家の方のお屋敷で、でなんかあの修繕とかしてるので、あの、まあ、きれいにはなってるんですけど、でもまあ昔の本当にお家で、こちらの方は無料で中もあの見学できるんですよ。で、あの子供の日だったので、鯉のぼりを、ああ鯉のぼり、はい、行ってきました。で、なんかあの鯉のぼりが結構80匹泳いで、ずいぶん泳いでるんですね。はい、泳いでました。なんかトレッサーや町内会の方とかお寺とかでも発見されてるみたいで、はい、なのですごい結構いっぱいありましたね。はい、なんか久しぶりに私も外に出られて、で、あの、孫たちも楽しそうで、お孫さんいらっしゃるんですね、はい、若いおばあちゃんですね。それでトレッサーもあのすごいゴールデンウィーク中も混んでまして、であの新店舗が続々オープンしてまして、ちょっと、はい、ちょっとこの辺紹介ありますかね、はい、見えます、はい、そうですね、トレッサ横浜が、オープンして15周年に今年なっております。それでですね、4月の末にねオープンしたんですけれども、今年15周年ということで、リニューアルいたしまして、結構ねいろんなニューショップがオープンしておりますので、はい、ぜひトレッサ横浜の方にお越しください。それでは、はい、質問に、あ、疑問にお答え Q&A コーナー、はい、エールキューブでは年に一度メルマガでアンケートを取らせていただいております。皆様のご質問や、疑問に毎月お答えしていきたいと思っております。
で今回は、はい、今回は、まあ背が低い方が多かったみたいで、パンツやスカートの丈が長いっていうお声をちょっとたくさんいただいて、で短くしたいみたいな、してほしいみたいな感じのご要望がありましたので、そちらのことをやっていきたいと思います。そうですね、まあね、背の高い方もいらっしゃれば、低身長さんの方もね、結構 L キューブ多くてですね、パンツがちょっと長いのでも丈詰めするのはなみたいなね、お声もよく聞くので、今日はねそちらの方にお答えしていきたいと思います。ルビーちゃん、L キューブのモデルさんのルビーちゃんは167センチなんです。そうですね、背が高いのでね、はい、で私は150センチなんです。やっぱり私たちはやっぱりこれ今履いてるんですけど、このパンツちょっと長いですね。長いですよね。はい。で、ちょっといつもすみません、ちょっとしゃがみますが、まあこんな感じでちょっと外側に折っていただいて履いていただいたりとか。ありますが、今回は、ちょっと、ね、外側に折りまして、外側に折る、はい、はい、で、まあ、これはお好みなんですけど、はい、でこのぐらい中に入れてしまう感じになっております、はい、そうすると、まあ、こういうもたつき感がなく、はい、きりと書いていただけると思います。でもっと短くしたいんであれば、これをまた見えますかね。見えます、はい、このぐらいに折ってもらって書いていただくと、一応折っているので落ちては来ない感じです。ああ、はいはい、なのでそうですね、ロールアップしてるよりは足元すっきり見えますね、そちらの方がね。そうですね、はい。で、一回外側に折る、はい、それがポイントですか。そうです、外側にグッと、結構大きめに、結構大きめに一回外側に折って、はい、折ってもらって、それを下ろしていく、はい、下ろしていく。でこの感じでもうちょっと短くしたいわって方は、また本当の感じでまた一通りしちゃうと短くなる、見ていただくとすっきりと書いていただける感じになります。外に折るよりすっきり見えます、やっぱりそうですよね、はい、で落ちてこないんだったらいいですね、竹爪いらず。そうなんですよ、竹爪もね、ちょっとねお値段上がってますよね、結構ね最近ってパンツのね竹爪のね料金もちょっとずつ上がってきてるので。そうなんですよ。あと、このパンツはちょっと張りがあるパンツなので、はい、こういう感じで折っていただいていいんですけど、はい、柔らかい、ちょっとこう、柔らかいパンツの時は、そうですね、これちょっとテロテロっとしてるようなパンツだと、はい、多分折っても落ちてきちゃいますよね。そういう時は、はい、それは何でしょう、ゴム、ヘアゴムですかね。ヘアゴムですね、はい、ヘアゴムとかを、はい、まあ、こういう感じでしていただいて、これは、こういう感じ、下に折っていただく感じでございます。これちょっとでもこれは張りがあるのですっきり感はあれなんですけど、柔らかいパンツの時はゴムで対応していただくといいかなと思います。ゴムだから素材がねテロテロしたやつでも落ちてこないってことですね。そうなんですよね、はい、なのでパンツ長めのこちらの方は、また下75センチになるので、やっぱりどうしても低身長の方には長くなってしまいます。なので夏に向けて短めのパンツが入っておりますので。そうですね、今フルレングスのパンツと、はい、そちらのねクロップド丈のねパンツが店頭の方には入っております。でこちらの方は、また下60センチとなっております。なので
これはぴったりこう履いていただけます。はい。これは75センチは長いです。はい、なので、まあ、それを買われる方は、まあ、折って履いたりとか、はい、ゴムを使って、はい、自分の好きな長さに調節して履いていただけるってことですね。はい。はい、続いておすすめのパンツは、こちらのこれも私が60センチで、はい、でこちらの今日はデニムの、はい、サイズなんですが、後ろがゴムになってまして、はい、でこちらも普通にこう履いていただいてもいいし、先ほどの感じでこう折っていただいて長さを調節していただいてもいいですし、あとはデニムはこういう感じでちょっと深めに折っていただくと可愛いですので、深めに折っていただくっていう感じにもできます。はい、はい、で今ご紹介したパンツの方は、全部接触冷感になっておりますので、涼しく着ていただけるパンツでございます。はい、はい、そして、まあ、スカートも入ってきておりまして、はい、こちら超おすすめです。で、私ちょっと履き替えてきても大丈夫でしょうか。あ、はい、どうぞ。はい、はい、今日はですね、主に、パンツのご紹介をねしています。フルレングスからカットレングスね、クロップだらけまでね、今店頭の方にはパンツ、たくさんね入荷してきていますので、お気に入りの1枚が見つかるのではないかなと思います。そしてですね、今、スカートの方に履き替えていただいてるんですけども、こちらのスカートですね、タイトスカートなんですけども、すごくストレッチが効いていて、でカジュアルにも通勤にも対応できる万能スカートとなっております。はい、はい、こちらね、こちらのスカートなんですけど、こちらも丈がいつもよりも短いです。これが着丈が75センチなのかなくらいですかね。フリットも入ってますし、すごいストレッチが効いてるんですよ。で結構ギャザースカートっぽい感じのものが多かった中で、こちらはタイトですね。はい、すっきり見えます。はい、で素材がうちのね定番のパンツのサラサラストレッチの、はい、パンツがねすごくストレッチが効いてて人気のパンツがあるんですけども、そちらと同じ素材を使ったスカートになります。はい、スカートバージョンでございます。はい、本当にいいです。本当に欲しいですよ。形もすごく綺麗ですね。綺麗ですよね。はい、本当に丈が長くないので折らないで、なのでもうちょっと身長が高い方、160センチ以上の方だともうちょっと着丈はね、そうですね、はい、短くなりますけど、はい、多分すごくね、足すっきり見えると思います。はい、はい、なんかブラウスとか合わせたらね、通勤とかでもね、そうですね、いけそうですね。はい、あとご紹介しますが、こういう感じの T シャツっぽい感じで合わせていただいてでもいいですね。はい、はい、で先ほどから着ているトップスの方ですね、はい、こちらもご紹介していただいていいですか。はいはい、こちらの方は2点セットになっております。はい、はい、そしてこのカットソーなんですけど、こちらの紐が取り外しができるタイプになっておりますので、取っていただくと普通にスクエアのカットソーになります。はい、はい、そしてこちらのベスト、ベストも使えますよね。そうですね、こちらがツイードのベストになっております。はい、すごい薄い素材なので、そんなにこう厚い感じはないです。はい、そうですね、はい、
なんかツイードっていうとね、ちょっとこうもたつきがあって、はい、厚い素材のイメージがあると思うんですけども、はい、こちらは涼しいポリエステルレーヨンのツイードになっておりますね、はい、でインナーの方が、コットンがね入ってる、はい、はい、なので、はい、これから夏に向けてもね涼しく着ていただけるアイテムです。しかもね2点セットなのでね、はい、そしてまた着替えですかね。着替えじゃなく、あ今ベストを脱ぎました、ね、はい、はい、脱ぎました。でこれあのスカートとやっぱバランスがあんまり良くないんですよね。あちょっとあのちょっとそう、あそうですね、低身長の方だとちょっとトップスが長すぎる感じがしますけど、はい、これインする感じですか？インもちろんインしていただいていいと思います。はい。ですが私はまたゴムをまた使うんですね。かなりこう前回もね輪ゴムを使ってあの袖丈をね変えたりとか、はい、それは中側ですね、中側です、はい、中側に輪ゴムを決めて、はい、でそんな感じで、あはいはいはい、そうインしてないけど、そうなんですよ、あ全然印象が変わりました、すっきりこうなんかちょっと短めになって、はい、あの足長効果が出てます。よかったです。はい。なので前だけなので、まあ、後ろはこういう感じなんですけど、はい、この斜めのラインでもすっきり見えます。はい。お出しで着ていただいてもいいかなと思います。あ、その着方すごくいいですね。ありがとうございます。輪ゴムで。輪ゴム一本で。一本で。なんかこう、はい、ね、インすれば少しそういうねであの感じになるなと思っててもなかなかちょっとインする勇気がない時ってあるんですよね。そうですね、ちょっとお腹気になっちゃってっていう時はそれなんか入れてないのでね、入れてないと全然楽です。でその輪ゴムでつまむ量を調節すれば、はい、もうちょっと短くなったり、はい、もう少し長めにもできるってことですよね。ご自分でちょっと試していただいて、あそうインするとねお腹がちょっともたつくからこれいいですねっていうお声いただいてます。そうですね、ぜひ皆さんね一回輪ゴムで、はい、お家にあると思いますので輪ゴムでね、はい、ちょっといろいろ着丈を変えてみたりとか、はい、パンツのね丈変えてみたりとかしてみてはいかがでしょうか。はい、はい、それではではですね、今日、はい、ご紹介した商品ですね、もう一度、1点ずつご紹介していきたいと思います、はいはい、まずこちらですね、ツイードのベストセットになります、はい、こちら商品番号が OLBGS36090 税込みで9900円になります、はい、で色の方が、これがアイボリー、アイボリー、はい、それからこちらがライトグレーかな、こちらはそうです、ライトグレー、ブラックになっております、はい、で先ほど着用していたのがブラック、ブラック、はい、の、こちら3色展開となっております、はい、で、ライトグレーのベストのインナーだけが、色がカットソーが黒になってますね、はいはい、でこちらサイズが1号と2号の2サイズ展開となっております。でパンツですね、パンツが、脱いちゃったので、はい、先ほど履いてたのお色はこの色なんですね、はい、こちらが、接触冷感のサマーハイパーパンツになります、はい、商品番号が OLLGS42075 税込みで8250円でございます、はい、でお色の方が先ほど着用していたのがモカ、モカ、はいはい、それからネイビー、ネイビー、はい、から、ライトグレー、ライトグレーとで、ブラックですね、こちらは4色展開となっております、はい、こちらの方が、また下75センチの、はい、でサイズの方が13号、15号、17号3サイズ展開となっております。はい、そしてこのボタン8の方がお色の方はこちらの短い
そうですね、はいはい、こちらも接触冷感のサマーハイパーのカットレングスパンツになります、はい、こちら商品番号が OLLGS41075 税込みで8250円になります、はい、でこちらの方のお色も先ほどのと一緒で、はい、モカがライトグレー、はい、からブラック、はい、でネイビーの4色展開となっております、はい、でこちらの方もおサイズの方は13号、15号、17号の3サイズ展開となっております、はい、でデニム、デニムですね、はい、デニムですね、デニムですね、はい、商品番号がはい、言っていただいていいですか、はい、20080、ね、でこちらの薄い方のお色が55番のブルーですね、はい、でこちらの濃いめの方が57番色のネイビーでございます。でサイズの方が13号、15号、17号となっております。こちらの方は後ろがゴムになっているので楽に履いていただけると思います。はい、はい、で、まあ、こちらに合わせて月曜日に新商品が入ってきたのでご紹介したいと思います、はい、こちらの方はアーベイベイコラボ商品になります。ここでのレザーが可愛いですよね。ボーダーの、ね、カットソーに、はい、なりますね、はい、こちらですね、ギャザースリーブのボーダーカットソーになります、はいはい、こちらがアーベイベイコラボで商品番号の方が OLKGS41050 ですね、はい、で税込みで5500円になります、はい、でお色の方が今持ってるのがグリーンですね。アイボリー、ね、はい、それからブラック、ブラック、はいはい、の3色展開となっております、はい、でこちらサイズの方はですね、0号も、はい、あります。0号と1号から2号の3サイズ展開となっております、はい、結構ねこちらね入ってきたばっかりなんですけど、この今持ってるグリーンがすごく人気です。可愛いですね、はい、このスカートに合わせていただいてもすごいカジュアルチックになって可愛いと思います。ですね、はい、ですカットソーなんですけどシルケット素材なのでね、ちょっときれいめする、ちょっとつるんってね、はい、する感じなので大人フェミニンな着こなしもできると思います。はい、お袖がねちょっとギャザーでねなってるので、ね、気になる、ね、二の腕をカバーしてくれる、確かに、はい、この夏ね1枚を持っていて間違いないカットソーになると思います、はい、お値段の方もね税込みで5500円と大変お買い得の価格になっておりますので、はい、ぜひチェックしてみてください。こちらのアーベイベイコラボ商品、今第1弾やっておりまして、こちらが付いている、貸し付いているものを3つ買っていただくと、こちら反抗をしますので3つ買っていただくと500円オフとなっております。はい、ぜひねそちらの方もご利用ください。はい、はい、で、ご質問が来ております、はい、ツイートのベストなんですけども、ポケットはないですか。ポケットね、ないで、あ、これあります、あります、ポケットあ ありました、はい、すいません、ポケット付きです。ちょっとごめんなさい、はい、ポケット付きになっております。いいですね、はい、はい、他に何かもう一度見たいなとかっていう商品とかありましたらコメントいただければご紹介したいと思います。輪ゴムって結構いろいろ使えるんですね。使えますね、はい。低身長さんにはぴったりですね。はい、楽しみにやってみてください。あとヘアゴムとかもね。ヘアゴムでもいいですね。いいですね。ヘアゴムね、ちょっとね、ゆ
そうですね、腕にちょっとね、はい、つけといて困った時にっていう感じですね。はい、はい、では商品紹介の方は以上になりますね。はい、で、本日ね、ご紹介しました。実際にね、着用しているコーディネート画像などが、エールキューブのホームページ、それからニュースのページ、オレンジのバナーやインスタの方にもね、載っておりますので、チェックしてみてください。はい。あと、スタッフコーデですね、こちら、トレッサ横浜店 C4 のページにですね、まとめてありますのでね、ぜひそちらの方もご覧ください。以上、お得クーポン言ってないですね。お得クーポン、はい、これからです。はい、で最後の最後にですね、お得クーポン、はい、情報です。はい、こちらですね、こちらのねクーポンコード、トレ511、今日の日付ですね、これ日付なんです。はい、で一応なんか5月11日に何があったのかなって調べたんですけど、はい、何がありました？登山家の上村直美さんが、はいはい、1970年にエベレスト、はい、日本で初めて登頂した日です。はい、以上です。が5月11日ですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、なのでこれ511、はい、こちらのクーポンコードをですね、ご入力いただきますと、オンライン限定ではありますが、本日ご紹介した商品が明日まで 10% オフでお求めいただけますので、そちらの方もぜひご利用ください。はい、お得ですよね。そうですね。はい、で、はい、最初から見られなかった方や、インスタの見逃し配信や YouTube でも見られますので、そちらもチェックしてみてください。はい、YouTube も日々いろいろなショップのスタッフの画像がアップされています。ぜひチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。はい、はい、お願いいたします。では今回もご視聴ありがとうございます。はい、ご視聴ありがとうございました。